夏休み最終週となりました。この大事な最終週のポイントを今回2つ伝えていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めましてどうも、愛知です。最終週バタバタされている方も多いかと思いますので、サクッといきましょう。まず1つ目のポイントは、生活リズムを学校がある時の状態に直すです。長期休みっていうのはどうしても夜型になりやすいですよね。まあそれが許される期間ではあるんですが、でも学校が始まると朝何時に起きて何時に家を出てって、でそれをするためには何時ぐらいに寝なきゃいけないっていう生活リズムが固定されますよね。皆さんも実感されてるかと思うんですが、生活リズムを直すって明日からやるぞイエーイってできないよね。そう簡単にできるものじゃない。少なくとも本当は2週間とか欲しいんだけど、まあまだここ1週間あるので、ひとまずこの動画に出会っちゃったあなたは今日から学校がある時のリズムで過ごしてください。でも学校に行ってる時間ってそこそこ長いですよね。その時間は勉強しなきゃいけないのかって、そういうことじゃない。そうじゃなくって、朝と夜、まああと帰ってきた後の食事の時間とかも含めてなんですけど、その部分だけはまず少なくともね、生活リズムを学校がある時にこうシフトするっていうのを意識して過ごしてもらえたらと思います。そして2つ目は、30分の本気タイムを2箇所作るです。さっきのポイントで学校にいる時の時間は勉強にこう囚われなくてもいいよなんて話はしたんですけど、でも言うてもね、言うても学校始まったら頑張らなきゃいけないんですよ。もちろんこれまでさ、ちゃんと勉強頑張ってきたり運動頑張ってる方もいるかと思うんですが、さらにね、30分 ×2、まあ、この時間は別にみんなに任せる、1時間 ×2 とか40分 ×2 とか ×3 でも構わないんだけど、ルールとしては ×1 ではなくて2箇所、必ず2箇所、この時間はもう本気で頑張ってるっていう時間を作ってほしい。例えば午前中に30分1箇所、午後に1時間1箇所とかでも構わないです。その時間は、あ、なんか中途半端になっちゃったなとか許されない。もう本気で頑張ったよっていう時間をしてほしい。で、なんでかっていうと、そうするとまずメリハリがつくんです。頑張る時とダラダラする時、まあ夏休みとかっていうのはさ、ダラダラできちゃうじゃん、正直。だからダラダラは意識しなくてもやってるから。なので、オンの頑張るっていう状態を無理やり作る。でも1個だけだと達成感が出てこないので、オンオフ、そしてもう1回オンをするっていう、そのオンオフを切り替えるっていうのをリズムを作ってほしい。自分の中でこういう状態がオンで、これがオフでっていうのがはっきり分かった状態で9月を迎えてほしいの。そうすることによって9月以降、特に受験生の方とかはそうなんだけど、自分の中でさ、オンの状態とオフの状態がちゃんと分かってる人ってめちゃくちゃ強いんだよね。どんな分野でも、勉強でもそうだし、スポーツでも芸術でもそう。でもそれが曖昧になってる方って、なんとなく頑張れてる、なんとなく休んでるみたいな、全部が中途半端になっちゃうと達成感も出ないし、休憩もなんか中途半端になっちゃうんだよね。なので、やるときはやるんだっていう時間を意図的に作る。30分でいいから、それを1日2箇所以上を頑張るタイムを作るっていうのを意識して、この1週間過ごしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まずこの動画が夏休み、あ、もうね、始まってる方もいるかと思うんですが、基本的に夏休みの最後の動画になるかと思います。まず、夏休みで多分計6本か7本かな、動画投稿させてもらったかと思うんですが、見ていただいた方本当にありがとうございました。で、まだ今日もね、明日も生放送朝のはやってるかと思うんですが、そちらに参加いただいた方も本当にありがとうございます。これを撮ってるのは結構夏休みの頭の方です。実はスケジュール上ね、頭の方なんですが、すでにね、今毎日生放送やってて、みんなが参加してくれてるから、みんなが頑張ってるんだって思えると、俺もね、朝さ、きっと眠くてね、今日眠いなって時もあるんだけど、でもやっぱみんな頑張ってから俺も頑張ろうって思うことができたの。みんなが思ってる以上にね、俺たち、俺配信者っていうのはね、やっぱ元気もらってんのよ。みんなに支えられて配信してるし、だから俺がこう撮ってるものがみんなの支えになれてたらやっぱり嬉しいんだよね。なので本当にね、この1ヶ月間ぐらい、1ヶ月以上かの期間、本当にありがとうございました。で、次回の動画なんですが、先週にも話したんですけど、いつも月曜の16時半です、投稿はね。だけど来週は日曜日の16時半に投稿します。なので月曜日の動画ないです。いい？
で、なんでかっていうと、その日が9月1日。9月2日から多分学校始まる方多いかと思うんですが、9月1日、今年は9月2日だけど、夏休み明けて、学生の自殺者が一番多い日なんだよね。で、その日に合わせてというか、そういったこう学校嫌だなっていう気持ちで、学校行くぐらいだったら死んじゃった方がマシだなって思ってるような方に向けて、メッセージ、思いをちょっと話す動画を撮らせてもらいます。なのでみんながみんな見てっていう話ではないんですけど、もしね、まあ、興味あるっていうか、見てみようかなって思う方がいたら見てもらえると嬉しいです。おそらくカットなしで喋るだけの動画とはなるかと思うんですけども、よかったら見てみてください。では、まあ最終週ってね、ちょっと気落ちしやすい時だと思うんだけど、だからこそメリハリつけてやることやってられたら、やれたらさ、自分にこうポジティブな言葉がかけられるんだよ。で、そうなったら大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だし、もしみんなが自分でポジティブな声をね、かけられないんだったら、俺がかけるから。だっていつも言うけど、みんな頑張ってんだよ。みんなすげえんだよ。みんなかっこいいんだぜ。みんな可愛いんだぜ。本当に。いい。だから、その言葉をちょっと受け取ってもらって、最終週踏ん張ってもらえたらと思います。ちょっと暑苦しくなっちゃったね。ごめんね。ではね、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、来週はちょっと特別な回になりますけども、再来週は普通にまた撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、夏休み最終週、お互い頑張りましょう。それじゃあ、またね。バイバイ。